来に期待できるマン。育児小学校区には子どもから大人まで参加できるいろんなサークルがあるんだマン。親子リズムサークルトモミックは音楽やリズム遊びで楽しく過ごせるサークルだマン。子どもと笑顔で触れ合えたりママ友を作れたりと親子の憩いの場なんだマン。一方こちらは革を材料にした作品作りを楽しむレザークラフトのサークルだマン。ベルトや財布、バッグなど高級感あるオリジナルアイテムが作れるマン。わーお、素敵。そしてこちらは毎週土日に育児小学校のグラウンドで活動する育児レッツだマン。東浦町大会の優勝を目指して日々練習に励んでいるマン。小学生なら誰でもチームに参加できるから熱血球児を待ってるマン。育児レッツ頑張るぞ。そして今回収録会場にゲストとして呼んでいるのは育児のバスケットボール教室に通うみんなだワン。教室を通じてきちんとした挨拶や礼儀を身につけながらバスケットボールの腕を磨いているワン。今回はボールを巧みに操る教室屈指の6年生が登場するワン。今回のゲストコーナーは育児バスケットボール教室の皆さんに来ていただきました。どうぞお願いします。それでは代表でコーチの谷川さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、どんな教室なんですか？まず楽しくないとなんか子供って長続きしないと思うんで、なるべくそういう楽しさを教えていきたいです。じゃあ、生徒の皆さんですが、この中で育児小学校の人、あ、全員そうなの？ここにいる子ほぼ。どう、バスケットボールの教室は楽しい？楽しい。楽しい。どうですか？楽しいです。楽しい。どんなところが楽しい？試合ができるところが楽しいです。ここの中でエースは誰になるんですか？ゆくゆくバスケットの選手になりたいっていうと、お、バスケットの選手になりたい人。 お名前を。谷川優也です。え、谷川さん。はい。あれ、あ、息子です。あ、息子さん。え、なんでバスケットの選手になりたいの？バスケが一番面白いから。じゃあちょっとなんか見せてもらっていいですか？あ、いいですよ。え、何をしてもらいましょう？じゃあレックスルーっていうバスケの技を。はい、ではお願いします。レックスルー。おー、これは意外に難しい。意外に多分できないと思います。さあ、それじゃあ問題です。いくよ、気抜いたとかよ。今谷川君テクニシャンというのは分かりましたけど、今から谷川君とそれからもう一人このチームメートの中で誰か一人フリースローをや3本やってもらいます。で、谷川君が勝つと思った人は丸、チームメートが勝つと思った人は罰を出してもらいます。で、その相手は誰かというと、女の子で一番うまい桜さん。桜ちゃん、さくらちゃんはどうなんですか、フリースローは。コーチから見て、まあ、多分そこそこやってくれると思うんですけど。お、じゃあちょっとさくらちゃん前出てきてください。女の子ナンバーワン。この2人のフリースロー対決3本勝負、谷川君が勝つと思えば丸、さくらちゃんが勝つと思えば×出していただきましょう。それでは皆さんご一緒に3、2、1、どうぞ。はい、丸か×からして。おー、ほぼ谷川君ですが、6年生が1人、さくらちゃんが勝つと言っています。ひょっとして友達？はい。友情は美しい、素晴らしい。それではフリースロー対決、先攻さくらちゃん、1本目。今のはどんな感じ？ちょっと何か、ちょっと緊張したんじゃないですかね。あ、1本目はやっぱ緊張が。そうですね。谷川君
1本目。あれはちょっと運がなかったですね。運がない。ではさくらちゃん2本目。緊張があるんですよね。これが決まればさくらちゃんの勝ちが決まる一本。果たしてさくらちゃん3問目。おということで、正解は×でした。友達友情の×が正解でした。